こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。先行争い何が行くでしょうか。ハイランドルック前に行きそうです。ピンクブレイクそれに続いています。さらにはシャープキングダム、2番レジェンドモンロー、その後ろ先頭に戻りましょう。先手を取ったのはスプリングアルデル、その外にピンクブレイク。さあ先頭はまだ1番スプリングアルデル、ファンシーキスほとんど差がありません。ピンクブレイク3番手、大外から緑の帽子ビコーペガサス伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はビコーペガサス、あと 200m 後続を大きく引き離しました。ビコーペガサス抜けた。このまま決まるのか。2番手はファンシーキス、ビコーペガサス独走、ビコーペガサスぶっちぎりです。ビコーペガサス1着、2着はファンシーキス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ビコーペガサスまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイのメーダン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アルフローラ好スタート、シェルレーサーこの馬も好スタートを切りました。ダッシュよくアルフローラ行きました。続いて前へ行くのはシェルレーサー、さらにはアースアイズ、11番レジェンドデュール、その後ろでは前の方から先手を取ったのはシェルレーサー。この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはシェルレーサー、その隣にアルフローラ、ステージチャンプ好位をキープ、赤の帽子バラッドシュリメラ、その後ろすぐ隣にレジェンドデュール、ノーフォワード、すぐ後ろ内からはビクトリーファルコン、その外からソングオブアムール、並んで3番シアトルオール、その外からサンライトフローリック、内からはハイフレンドイースト、ニューステキサス、すぐ後ろ最高峰にパフェヒル、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から先手を取ったのはレジェンドデュール、その隣にシェルレーサー、その横にバラッドシュリネラ、ノーフォワード、すぐ後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ11番レジェンドデュール、ここで先頭が入れ替わりました。シェルレーサー、レジェンドデュール2番手に控えました。バラッドシュリネラ3番手、ステージチャンプいい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭はシェルレーサー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。シェルレーサー先頭、ソングオブアムール先頭、2番手はシェルレーサー、追いすがる。さあステージチャンプ一気に来た、あと 200m、 ソングオブアムール先頭だ。ステージチャンプ抜けた、サンライトフローリック追いすがります。ステージチャンプ、ステージチャンプ1着、2着にはどうやらハイフレンドイースト、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ステージチャンプまさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。エプソムハード前に行きそうです。レッドディッシュそれに続いています。さらにはトロットサンダー16番、トロットサンシャインその後ろ。それでは先頭からレッドディッシュ先手を取りました。2番手に7番、トロットサンダー赤の帽子エプソムハードその後ろ。その外にトロットサンシャインノースガードそのうちに続いています。その外にキュートウィンザークワイエットベルベールそのうちに続いています。並んで14番、プラウドミズーリザイージーそのうちに続いています。その外にスピードデイブ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はレッドディッシュ、レッドディッシュさらにリードを広げました。2番手はトロットサンダー絶好の手応えです。エプソムハード3番手さあトロットサンダーこのまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はトロットサンダー、その隣からはレッドディッシュ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はトロットサンダー、差は3馬身、後続の手応えもいい。残り 200m、 トロットサンダー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気にプラウドミズーリやはり強い。トロットサンダー、トロットサンダー、トロットサンダー1着、2着にはどうやらミスティーハッピー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはナイトピット、ハリウッドワイルドキャット、この馬も好スタートを切りました。イタリアンプレイ前に行きそうです。ハリウッドワイルドキャットそれに続いています。さらにはタバスコキャット13番、ナイトピットその後ろ、ウィンドアップル後方から。では前の方から、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはパセアナ、その隣にベストパル、その横にタバスコキャット、すぐ後ろにイタリアンプレイ、その隣にヴィンテージクロップ、すぐ後ろにナイトピット、これに続くのがファイティングエルフ、統計2世後ろからになりました。その後ろからはデビルヒズデュー、しんがりからウィンドアップル、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。3番タバスコキャット、レースを引っ張ります。ハリウッドワイルドキャット、すぐ後ろ、その外にヴィンテージクロップ、緑の帽子ベストパル、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてタバスコキャット。ここで先頭が入れ替わりました。ヴィンテージクロップ、タバスコキャット2番手に控えました。統計2世 E1、 果たして先頭を捉えるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はタバスコキャット、タバスコキャット先頭、2番手はナイトピット、懸命に追いすがります。残り 200m、 タバスコキャット先頭だ。残り 100m、 タバスコキャット先頭、2番手はレア&ゴー、先頭はタバスコキャット、1着でゴール。タバスコキャット1着、2着にはどうやらレア&ゴー、勝ったのはタバスコキャット、見事な勝利です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってシアマゾン、あと 200m シアマゾン、後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はライスシャワー、シアマゾン独走、シアマゾンぶっちぎりです。シアマゾン1着、2着はライスシャワー、これが G1 馬だ。シアマゾン G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のエーシンアトラクト、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。 AP ジェット、これは好スタート。ランドローター、この馬も好スタートを切りました。ワイルドゾーン、前に行きそうです。続いて桜爆心王、その外から AP ジェット、その外にエアアイドル、ボディーガード、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は AP ジェット、ランドローター、ほとんど差がありません。桜爆心王 B 位置です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はランドドーター、ボディーガード、その後ろ4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭は桜爆心王、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は西のフラワー、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、やはり桜爆心王先頭だ。西のフラワー迫る、やはり強い桜爆心王、桜爆心王、桜爆心王1着、2着にはどうやら西のフラワー、これが世界の実力だ。桜爆心王